お元気ですか？ボクシミでございます。今回はエポック2024広島東洋カーププレミアエディションベースボールカード開封動画でございます。こちらは1パックカード6枚入り1ボックス5パック入りでございます。それでは早速開封していきたいと思います。はい、それでは5パック開封していきたいと思います。まずは1パック目でございます。スエカネショウタ外野手でございます。矢崎拓也投手でございます。栗アレン投手でございます。赤塚健人投手でございます。で、菊池涼介内野手のこちらはね、銀箔ですかね、銀箔のサインカードでございます。25種類でございます。ジェイク・シャイナー内野手でございます。2袋目でございます。新井貴博、監督でございます。この時はまだ内野手だった頃ですね。はい、で坂倉翔吾、捕手でございます。で高太一投手のこちら、金箔でございます。こちらはね75種でございます。増田竹下、投手でございます。菊池涼介内野手でございます。こちらがねノーマルでございます。矢野雅也内野手でございます。3袋目でございます。中田優斗内野手でございます。佐藤圭介内野手でございます。杉原未来投手でございます。野村祐介投手のこちらキラでございます。野間孝義外野手でございます。で、常広隼人投手でございます。4袋目でございます。栗林良治投手でございます。トーマス・ハッチ投手でございます。滝田、これは和樹、投手でございます。少々お待ちください。まあ、なかなかね、手袋はめてるのでなかなか取りづらいので少々お待ちください。はいね、こちらがね、滝田投手でございます。ちょっと長くなって申し訳ございませんでした。次、杉原未来投手でございます。佐藤圭介内野手でございます。で、直筆サインカードはこちら、レイノルズ内野手の
直筆サインカードでございます。こちらがですね、46種類でございます。で最後の、5袋目でございます。上本隆内野手でございます。新井貴浩監督でございます。葉月雄太郎内野手でございます。トーマス・ハッチ投手でございます。でジェイク・シャイナー内野手のこちらがね、白サインでございます。九州でございます。で最後に小園海斗内野手でございます。はい、以上でエポック2024広島東洋カッププレミアエディションベースボールカードの開封動画、終わりたいと思います。こちらのね、レイドルズ内野手の直筆サインカード見ながらお別れとなります。で明日もやります。明日はですね、東北楽天ゴールデンイーグルス B ビームの2024年度版を前編後編に分けてやりたいと思います。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。